こうやってみんなでお酒を飲むのってなんだか新鮮ですね。そうだね。最近は忙しかったからこういう機会もなかったし。じゃあ今日はたくさん飲んで楽しみましょう。くっ、小雪ちゃん、楽しむのもいいけど今日は決起集会なんだからね。分かってますって。あれ、もう一つ何かありましたよね。おいおい、しっかりしろよ。今日は決起集会と新人歓迎会だろ。カナが新しく入ってきたんだからな。それと店長として桐生さんね。皆さん、これからよろしくお願いします。じゃあ桐生さんにカナちゃんと戦力が増えましたし、お二人ともよろしくお願いしますね。ああ、よろしくお願いします。カナちゃんって年いくつ？どうなんだ。20歳です。やっとお酒飲めるようになりまして。は、私より若い。私21なの。あ、じゃあお姉さんですね。お姉さん、初めて言われたかも。いい響き。わかるぜ。キリュウさんっておいくつなんですか？俺は38だ。あ、年下なんだ。へえ。ユキ姉さん、妙な気使ってくれなくて大丈夫ですから。若くないのは本当ですし。そんなことねえよ。かなちゃんって蒼天堀にはよく来るの？いえ、この大会で初めて来たんです。新幹線に乗ったのも初めてで、ちょっとテンションが上がっちゃいました。車内販売とかいろいろ買っちゃうよね。わかるぜ。私、新幹線って乗ったことないのよ。そうなんですか？じゃあ今度の社員旅行はみんなで新幹線に乗りましょうよ。どこに行くの？東京とか。それもいいわね。経費で落ちないから各自負担になるけど。なんだって？世知辛いです。私、繁華街とかほとんど行ったことないからちょっと緊張します。蒼天堀も初めてなんだもんね。人混みに慣れてないならナンパには気をつけるんだよ。確かにな。かなちゃん可愛いから声かけられやすそうだしね。そんなことは。強引なナンパ野郎が来たら。すぐに俺を呼べ。助けに行くぜ。お、キリュウさん頼もしい。じゃあその時はよろしくお願いします。とは言っても私ナンパってされたことないんですよね。小雪ちゃん、ナンパされたいの？どうなんだ。いや全然、グイグイナンパしてくるような男の人とか苦手ですし。でもやっぱり女としてはナンパされる程度の魅力は欲しいっていうか。そうなんだ、複雑なのね。なるほどね。まあ俺もよく街でグイグイ来る男どもに声をかけられれば、確かに気持ちのいいもんじゃねえな。キリュウさんのとはまた違う気がしますが。まあそれもそうか。あ、もうこんな時間。縁も竹縄ですね。じゃあキリュウさん、最後締めてもらってもいいですか？ああ、わかった。みんな、これからも営業頑張ろうな。はい。神崎なんてやっつけてやるんだから。私は手放したこと
後悔させてあげますよ。みんな頼もしい。私もオーナーとして頑張らなきゃ。じゃあ最後は一本締めでお開きにするぞ。よちゃん強そうだな。さあ行こう。しばらく寝てろ。時間食っちまった。
しばらく寝てろ。うまいな。さあ行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うまいな。さあ行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ほっほいらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
おっほう。いらっしゃいませ。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。何か文句あるんか。い
らっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございます。ほっほー。ございました。いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
うまいな。ありがとうございました。おっほう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おっほー。いらっしゃいませ。ございました。ほっほー。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おいらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。あ、いらっしゃいませ。
気に入ったぜ。ありがとうございました。
取らせやがって。